おはようございますこんにちはさんちはこんばんは若いでへいうこそあ元気でしょうかえー、まあねかはらともみさんがね、えー、すごく痩せて4ヶ月約4ヶ月ぐらいで、えー、ちょっとうるさくなってますけどあのご了承ください <laughs> 昼間にやっておりますでねえー、と約4ヶ月で2 5キロのダイエット に成功した河原朋美さんがまあ一応ね7日のそのともちゃんのブログを更新して、えー、昨日の夜ご飯は二手二つだけだったんだよねっていう話をしたらしいんですよね。うん、でまあお母さんがその。 生きたホタテを蒸してくれましたという話を、まあ、写真付きでお話をしてくれたようです <laughs> でえっ、ー、とまあ基本的にはパーソナルトレーニングまあジムとかで多分やっててまあそれの補助的なものもそうだ補助的なまあリンパマッサージやったり岩盤浴などなどをやって あのそういう運動系も含めてあと、まあ、食事制限もしているだけどまあ結構過激だよねっていうようなちょっと待ってうるさいうるさくなりますねはい過激っていうか過酷なまあダイエットの様子をして評価してますよと多分これテレビのあれでえー とも、まあ、ちゃんダイエット企画どうですかみたいな感じでやってたと思うんでねで番組としては4か月で、まあ、5キロ痩せればいいよねっていうふうに思ってたらと思うんだけど予想以上に、ね、2 0キロ以上痩せたもんだからびっくりした反響したっていうことでしょううんねまあ努力は相当ねやったと思いますよ4か月で2 5キロっていうのをね で、もともと7 4 7 9キロあった体重がまあ、約4か月で5 4キロに減量したのがなんかねやっぱ負担精神的なものも含めてね、負担かかりそうだよっていう話もあって、うん、絶対リバウンドするよなと <laughs> 大丈夫かっていうのも。 意見もあるし努力はすごい知認めるけどそうね急激な減量はすごく、うん、ダメージが大きそうっていうのもあるしあんな急激に痩せたらリバウンドの、ね、心配だけじゃなくてまあ、病気にもないよねっていうような声があふれていると。うん そのに体の負担が少なくてリバウンドせずに緩やかにこう、えー、ダイエットするならば、まあ、理想的なのとどういう状態だろうっていう話を、えー、管理栄養士のある方が言うのは栄養学的には1ヶ月に2 5キロから3キロの 減量、えー、が適切だと考えると通常のダイエットでは脂肪分を減らして体重減少を目指すけれども極端に減らすと肝臓などの体内の、えー、臓器についた脂肪も削ぎ落とされてしまいますそうすると臓器を傷めてしまい、えー、免疫力が下がる人 うん貯蔵脂肪を減らしながら体を動かして、えー、臓器についた、えー、脂肪は自然に減らしていくっていう必要があります1ヶ月に2 5キロ程度だったら少し、えー、食事を見直せば達成できますもちろんある程度食事はとって 行かなければなりませんよって <coughs>。うん。4ヶ月であれば10キロ前後の牛乳が理想だとうん。たえー、今までなんだろう。ご飯い杯で十分なところを倍。1.5倍2倍あのおかわりして3倍ぐらい食べてた人が。 い,っぱいぐらいで我慢するよとかおかずをいっぱい目いっぱいこうねバイキングだったりとか定食がなんかでね量が多いものを通っていた人はちょっと少なめのものをおかずをね、えー、取って代わりにあのおしんこうとかそういう結構かむものをちょっと2つぐらい取ってしまうとかねまあそれはいけないんだろうけど。 まあ、そういうことをすればそのスッと落とせることは落とせるよっていう話ですよね。うん。で、横目は1回の量を 100g 程度、まあ通常は1百六十6 0 g にし,して、まあ百グラムにして揚げ物は控えにすると。控えめにする。 えー、犬、犬じゃない、肉か、肉よりも脂の少ない魚食を中心にする、えー、まあ、野菜多めにするとかね、うん、養 <coughs> 食野菜のサラ,ダかサラダか炒め物を取り入れるとバランスがよくダイエットできますよと、ホタテ二つだけとか。 〇〇だけとかっていうのはちょっとやめた方がいいですよねってリバウンドする可能性もありますよっていうのはありますねあのリンゴダイエットとか朝ナ,ナダイエットとかねそういうのがありましたけどそういうのはちょっとやめた方がいいですよっていうまあ話ですねうんそうだねちょっと食べ過ぎだった人が1.5倍ぐらい、まあ、食べる人が 1>, 1人分1人前ぐらいの量を、ね、食べるっていうのは食べるとちょっとぽっちゃり系だった人がスッとこうね M サイズのシャツだったりスーツがかっこよくこう着れるっていうのもあるだろうしそうなるとあれだよね足りた食堂 で一時期入りましたよねあれもすごいなリー,リーリーかなっているんだなって思いましたね。あのー、元々はその谷タ田タさんの社員食堂みたいな感じでやってて多分ねもともとはね。<laughs> で谷田タタさんのその部長課長それ以上の人たちのちょっとね滑覆が良い。 方たちがそれを食べたことによって、あの、どんどんスリムになって、かっこいい上司になったっていうね、感じでよく言われていますけど、うん、だから本当にああいう感じのものを摂取、摂取っていうか食べて、で、その上で運動する、ジムをするとかね、ジムで運動するとか、えー、我慢よくに行くとか、 っていうようなことをすれば緩やかな、ね、えダイエットになるっていうあの福井の勝さんもねやっぱちょっと太り気味っていうかま丸い感じのね <laughs> やってったけどあの人はあのアップリでやってましたねただ急激なこうダイエットをするとかじゃなくて、まあ、ちょっと 食事を変えるとかねそういうことをしていたみたいですだからまあともちゃんもあれですよね炊いた食堂、まあ、そういうアプリを使うっていうのもそうだけどタいタ食堂さんのようなところを利用するっていうのもよかったのかもしんないねまあもちろんテレビのあれでね、うん、やりましょうっていうふうにやったからさ それの結果を出さなきゃいけないっていうことで、まあ多分やったんだろうけどね、うん。まあ、どうでしょうかっていう感じですね。リバウンドしなければいいかなとは思っております。はい、皆さんどうでしょうかもしよろしければご意見いただけたらと思います。はい、以上です。